高野槙の葉のお茶が、お茶のパックが出来上がりました。このようになります。このようになります。これが高野槙の葉のお茶の1回分のお茶のパックです。この中に1回分の分量が入っております。高野槙の葉の葉を天日で乾燥しているものです。このようになります。高野槙の葉を天日で高野槙の葉を天日でこのように乾燥した後、このお茶のパックに入れます。高野槙の葉のお茶のパックの作り方です。この中に、このお茶のパックの中に、この乾燥している、天日で乾燥している葉と軸を入れます。高野槙のお茶の葉の作り方です。このようにお茶のパックの中に高野槙の葉1回分をこのように詰めます。このように詰めます。このように詰めます。このように軸も入れておきます。高野槙の葉のお茶の1回分をこのお茶のパックにこのように詰めます。そしてこのように、このようになります。これが高野槙の葉の1回分のお茶のパックです。このように1つ、2つ、3つ、4つ、このように出来上がります。これがお茶のパックの袋です。このようにパックを広げます。このようにパックを広げ、このようにパックを広げます。そして1回分をこの中にこのように詰め込みます。軸も入れます。そしてこのようにひっくり返して出来上がりです。このようになります。
ゴーヤ巻きの葉のお茶の作り方です。このようにお茶のパックに入れます。これが出来上がりです。先にできているゴーヤ巻きの葉のお茶をこのように移します。次にこのパックに入ったゴーヤ巻きの葉のお茶の分量をこのように取り出します。そしてこのように置いておきます。ゴーヤ巻きの葉のお茶のパック1回分の分量です。このように1回分のお茶を取り出します。ゴーヤ巻きの葉のお茶の1回分をこのパックから出します。このようになります。これがゴーヤ巻きの1回分の分量のお茶のパックです。これをこのように取り出します。このように急須に水を半分入れておきます。そしてゴーヤ巻きのお茶の葉を
入れたバッグを取り出し、このように横に置いておきます。これがバッグです。これがバッグから取り出した高野槙のお茶の葉の天日で乾燥したものです。これがバッグです。そしてこのように水を沸騰させております。このように沸騰しているお湯を注ぎます。そしてこの高野槙の葉の1回分の分量をこのように入れます。そしてスプーンでこのように混ぜます。これであとは冷まして出来上がりです。